こんにちは、バンドはエイジですかば。ザワジメント一人。先日こういう DM が来たかば。こんばんは、動画のネタ提供です。YouTube で見れる知っておこうという動画がめちゃめちゃ面白いので、ぜひザワジさんに笑ってはいけないんで見てほしいです。すでにやってたり見てたりしたらすみません。という DM をいただいたかば。やってねえよ、クソカバ。全然やったことねえよ、カバ。舐めやがってよ、カバ。何に対してもキレるのは良くないカバね。キレキャラは損カバ。全然怒ってないカバ。ありがとうございます、カバ、むしろ。ということで、今回は笑ってはいけない、知っておこう、やっていきたいと思います、カバ。マジでわかんないカバ、どういうものなのか。まあ、だから、楽しみはあるけど、ちょっと怖いカバね。全然おもんなかった時、どう責任取ってくれるんやっていう、あれもあるカバ。なので、全然おもろくなかった時は、このリクエスト送ってくれた方をブロックするカバ。まあ、リクエスト送ってくるなら、それなりの覚悟を持ってほしいかもね。それでは早速知っておくを見ていくかば。レッツカバー。3、2、1、2、3、3、3、3、4、4、5、6、7、8、9、10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 、
可能性もあるかば。でもそうなっても俺は悪くないかば。リクエストしたあいつが悪いかば。無駄に背負わない方がいいかば。責任っていうものは人に投げることによって自分の精神を安定させるかば。だから僕は一切責任を負わないかば。それでは見ていくかば。うん。今日は、電球と電池の関係について知っておこう。うん。この番組ディレクターって黒い衝動を持ってるかば。そんないきなり破壊するかば。マイキーみたいかば。怖いかばね。いや、笑ってしまったかば。くそ。速攻で口から出てしまったかば。電池は硬いね。じゃあ。あ、そんな感じかば。そういう系かばね。ああ、なるほど。これはね、好きかば。これはもう俺の大好きなジャンルかばね。こういう系僕大好きかば。ありがとう。リクエスト送ってくれた方本当ありがとうございますかば。ちょ、後で DM 返信しときますかば。どんどん見ていくかば。今日はひまわりの種を植えて水をかけてやるとどうなるのか、うんうん、知っておこう。地面が濡れたね。えぐいかば。でもなんかなんとなく流れ分かったんで、このまま変化球なしでこの流れ続いていっちゃうと、さすがにもう笑えなくなるかば。だからそろそろ変化球欲しいかばね。今日は大阪城公園駅から京橋駅までどのくらいかかるのか知っておこう。うん。じゃあなんか家かば。うふんじゃないかば。今日は金魚がなぜ赤いのか知っておこう。黒いね。ここの番組のスタッフは無能なのかかば。赤い金魚について調べるのに黒い金魚持ってきたら意味ないかば。わかるわけないかば。あと赤い金魚持ってきても多分わからんかば。なんなんだかばマジで。舐めやがって。今日は磁石の性質について知っておこう。うん。痛いね。それ磁石の性質ちゃう。それなりに重いもの足当たったら大体痛いかば。今日はフクロウが昼間じっとしていることを知っておこう。あっちゃうね。くそ。とても元気に羽ばたいたかば。これマジで一番王道なパティーンだったかば。なのに笑ってしまったかば。悔しいかば。綺麗なストレートちゃんと空振りした感じかば。悔しいかばね。あー、ダイヤのエース、アクト2、完結おめでとうございますかば。今日は、一重まぶたの人の悩みについて、知っておこう。うん。私、蓄動症だろう。じゃ一重について悩めや。一重について悩めかば。確かに蓄動症みたいな鼻してるかば。こういう感じの鼻のやついたかば。俺中学校の時卓球部だったけど、なんか練習試合で他の学校の卓球部のやつがこういう鼻しててみんなから鼻チンって呼ばれてたかば。
今日は背の高い人と背の低い人が同じ時間歩いてどのくらいの距離の差が出るか知っておこう。うんうん、うん、走っちゃダメだよね。そりゃ走っちゃダメかば。あと多分だけど、こいつらやり直そうっていう思考が欠如してるかば。全部一発で終わらそうとするかば。今日は岡田慎吾くん4歳がゆで卵を剥くのがうまいかどうか知っておこう。うん、うんうんうん、下手だ。コメントは辛辣だけど、でもまあ一番最初に言ったことと結果がマッチしてるかは、うまいのか知っておこうって言って下手だったっていう結果はまあ割と納得できるかは。4歳はまだゆで卵難しいかもかばね。俺ですらまともに向けないのに。3、2、1、YO! 股関節OK! ということで、笑ってはいけない知っておこうだったかば、ちゃんと普通にめちゃめちゃおもろかったかば、リクエストを送ってくれた方ありがとうございますかば、知らないものを知れてよかったですかば、それではまた次の動画でお会いしましょうかば、さよかばー。ここにこりゃんせ、首切り同時、悪いことすや、そなたの尿道ちょん切るぞ。ねえ、この噂知ってる？ある言葉を口に出して言うと死んでしまうっていう呪いの言葉があるんだって。何それ、変な噂。その言葉っていうのがね、ゆうこー。本当に人が死んでるんだよ。分かってる。それでも俺はこの事件の真相を追わないといけないんだ。いやー、お前さんたち知っているんかね。そうか、この事件はあいつから始まったのか。お前らみんなに殺されろ。じゃあ私の子宮は4つあるってこと。パワーってなーに。いやー、やめろ言うな。呪言、死の言葉。前売り券を買うとバナナがもらえる。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。